はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、ベイブレードバーストのレジェンドスプリガン 7MR です。はい、こちらですね、次世代ワールドホビーフェア17のサマーで先行発売されてたものを購入してきました。はい。で、これはなんと左右両回転と。はい、すごいね、未だかつないベイが出てきましたね。はい、ということで早速開けていきましょう。うん、こんな風に入ってました。はい、じゃあステッカーなどつけていきましょう。うん、はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがレジェンドスピガンセブンマージですね。はい、はい、じゃあセットしてみましょう。うん、よっ、ロックは割と固めかな。うん、はいはい、こんな感じですね。うん、めちゃめちゃかっこいい。超かっこいいねこれ。うん、でこのゴッドチップがメタルになってる。そう、今回メタルになってるんでちょっと重みがあるみたいですね。はい、ディスクの7はこれコアディスクだけだね。うん、今回フレームはついていません。はい、でマージドライバーなんだけど、このギザギザのラバーに覆われた尖った軸先によりシュートする位置や角度によって激しく攻撃的な動きと静かで持久的な動きを使い分けられるバランス系ドライバーっていうことですね。ちょっとね、これラバー仕様になってますね。はい、で今は右回転状態です。左回転にするときは中のこのギザギザの部分あるでしょ。うん、これをこのワインダーを使ってこう回転させます。うん、カチッとなるまでね。はい、ここまで。はい、そしたら逆回転にセットできます。せーの、はい、はい、これが左回転状態です。そうだね。はい、このロックはどう。これも結構固めだよ。あ、そうだね。うん、同じぐらいだね。うん、はい、続いてこちらがライトランチャー LR ですね。はい、はい、左右両方、シュートできるものなんですけども、2つ穴があるんだね。うん、うん、面白い。これはでここに R 右回転、そうだね、 L 左回転、そうだね、うん、があって、うん、セットする位置で回転が変わる。このワインダー自体も結構しっかりしてるんで強いシュートが打てそう。うん、あのソードランチャーについてるようなワインダーだよね。うん、はい、ではいつもの部屋に行ってシュートしていきましょう。はい、はい、ということでやってきました。はい、じゃあエイシン君シュートしてみてください。はい、オッケー。はい、いいね、いいね、いいね。で、今が右回転これ。うん、あー、こういう動きすんだ、すごいね。面白い動きだね。オッケー。あ、全然違うね。本当だ、ディフェンスというか持久系の感じだね、回り方だね。ちなみに今回はバランスタイプなんでしょ。そう、うん、では早速バトルしていきましょうか。エイシン君がレジェンドスプリガンでいくんだよね。はい、で僕はですねガーディアンキルベースフォーグレイブディフェンスでいきたいと思います。はい、はい、3、2、1、ゴーシュ。おお、やばい、攻撃使ってる。あ、やばい、ガーディアンだから、うん、ディフェンス力はこちらは高いと思うんだけど、うん、お、いけるか。初陣を取った。よっしゃー、3、2、1、ゴーシュ。やばい、やばい。さあ、実験勝負だ。 いいね、久しぶりにこのカチンカチンっていう金属の当たる音。うん、いや、これは勝てるな。うん、レジェンドスプリガン破れたり。あれ、3、2、1、ゴーシュ。おー、いい音、いい音だけど、これもガーディアンの勝ちそう。うん、スタミナが結構ないんだね。おかしいな。イエーイ。じゃあ私変えます。うん、ブレイズダグナウクフォーグレイブフリューゲルにします。はい、3、2、1、ゴーシュ。さあ、どんどん入れ替わる。おー、バーストしちゃったよ。うそー、 3、2、1、ゴーシュ。お、うわ、おすごい、消えてジェンドスプリガン。ちょっとやっぱ回転が違うと攻撃的になるな。うん、やばい、やばい。おっと、うそー、 3、2、1、ゴーシュ。おっと、おっと、カウンター。さあ、でもどうやらブレイザー。はい、ではベイカイと私がレジェンドスプリガン 7MR でいきます。はい、僕はドレインフォーミング8ラッシング。はい、3、2、1、ゴーシュ。よし、いけ。吸収など何のその、逆に
バーストしたね。大丈夫だ、吸収吸収。あ、よし、うまく吸収している。あら、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、3、2、1、ゴーシュ。おー、フィニッシュ。3、2、1、ゴーシュ。よしよしよし、勝てよ、当たらないと。あー、厳しいな。じゃあ、ここからは吸収だ。そうだね、うん。あれ、はい、じゃあ左回転に変えます。私はね、はい、僕はルストンゲース9スパイラで変えます。3、2、1、ゴーシュ。おっとっと、暴れまくり。おい、おまけにしてようやく勝った。バツ。3、2、1、ゴーシュ。おい、おい、すごい勢いやったけど、あ、やばい、はい、同じような回転、はい、やばい、あ、負けた。よし、3、2、1、ゴーシュ。おっと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 、追いかけっこになったけど、はい、どんどん離していく。あ、これは持久になってしまった、うん、うわー、負けちゃった。ちょっとレジェンドスプリがまだ強さを見出せないけど、改造したら強くなるかもしれないね。うん、はい、ということで今回はベイブレードバーストのレジェンドスプリガンセブンマージでした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そしてチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上かな。このね、LR が、あー、負けちゃった。このね、ライトランチャー LR、うん、これがちょっと癖があるね、うん、なんかね、シュート結構ミスる、はい、うん、難しいかもしれない、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。